始めるきっかけはやっぱアグレッシーとかシューティングなんですよね。まだありますね。体を動く限り大先輩だしやりづらいですね。負けるわけにいかないと、まあ、エースなんで。完全燃焼すぎたんで、でもやっぱりまだやりたくて、こいつらに見せる涙流すほど頑張ってねえなと思うと、これ何やってんだろうって言って違う意味で泣きましたけど。まあ別に派手な試合しなくてもいいから勝てればいいかなって感じですね。今回はとりあえず勝ちたい。決着っていうのを常に狙っていきますし、出し尽くすような試合ができればいいかなと思います。